弊社の動画です。今日はですね、レーザー紹介しましょう。こちら。はい。テクノ販売さんのですね、ポケグリですね。ポケットグリーンレーザーってことだと思うんですけど、ポケグリ紹介します。LST の PG3 という品番のものですね。はい。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、そういうわけで、非常にこの小さいというのが売りになります。サイズがですね、110×40×82 というサイズになってます。重量が 340g ですね。で、まあ、これ見てもらって、いや、僕今小さいって言ったんですけども、いや、もっと小さいのあるでしょっていう声はあると思いますが、じゃあ、まあね、偉そうなわけじゃないですよ。皆さんがおっしゃる、その小さいやつって、すごく安っぽい作りをしてるんじゃないかと思うんですよ。これ非常にですね、なんか、高級感のある、ボディの作りをしてて、こんな感じ。こうですね、なんか衝撃干渉ウレタンコーティングとかっていうのがなされてるみたいなんですけど、まあ、こんな感じで非常に滑りにくい、ちょっと高いんじゃねっていうボディの、コーティングをしてございます。はい。で、実測精度ですね、これが5メータープラマイ1ミリですね。ちょっと残念でした。私 7.5 欲しいな、せめてね、と思ったんですけども、一応5メータープラマイ1。ただですね、テクノさんって昔からそうなんですけども、結局ですね、結構謙虚な数字を書くんですよ。なんか、実際 7.5 とか10メーター出てるのに、かなり低めのね、数字を書いてるんですよ。だから、まあ、5メータープラマイ1って言ったところで、テクノさんなんでご安心して使っていただければいいのかなと思います。はい、中のですね、方式はジンバル方式ですね。こう、振り子って呼ばれるやつですね。振り子の方式を使ってます。乾電池がですね、単三4本で動きまして、連続使用時間が6時間となっております。はい、じゃあですね、実際に、動かしてみたいと思いますんで、画面を切り替えましょう。はい、じゃあですね、ちょっと操作性について簡単に。はい、じゃあレーザー、はい、おい、置いた。で、ここのレバーをカチッと。はい、これで OK。スイッチオンですね。あとは、ライン切り替えっていうのは、ここをポチポチ押していただければ、いろんなモードになります。この辺、ちょっと後で撮影しますね。あと、受光器ボタン、ついております。これで、受光器対応の出力、あとは、とにかく明るくして、まあ、受光器非対応の出力ってことで、2モードのラインが選べるという形ですね。オフ。運ぶときは必ずオフにして、またつけると。まあ、この癖つけていただければ。レザーっていうのは、振り子をですね、こう、なるべくこう、ブランブランさせないのがコツなので、運ぶときは必ずオフ。運ぶ。またつける。ちょっとめんどくさいんですけれども、これやっていただくだけでですね、非常に壊れにくく、使えると思います。はい、続きまして、ちょっと本体の説明ということで、もう一個だけ。皆さん、地積み、使います。出しますでしょうか。これですね、今置いてあるんで、正面十文字、あとは、天井の十文字が出せるというレーザーになってるんで、まあ、ちょっと後でまた見せますけれども、なってるんですけど、これ地積み欲しいじゃないですか。ですね。はい。足が生えましたね。これでスイッチオン。はい。まあ、グリーンレーザーなんですけど、地積みは赤になってます。これ赤ポイントが出てるんで、地積みも出てるという形になりますね。で、地積みいらねえよっていう人もいますんで、そういう方は、畳んで、少しでもコンパクトにして使っていただければいいのかなと思いますんで、まあ、必要な人は足を起こして、そうじゃない人は畳めばいいかなと。2パターンの使い方ができます。はい。じゃ、続きまして、まあ、ラインの出し方、これで見せられるかなと思います。いきまーす。ですね、ちょうど今向こうに、引き出しみたいのが見えますね。あそこまでがだいたい7メーターになりますね。まあ、精度の部分は超えてるっちゃ超えてるんですけど、今、明るい室内という形で、捉えてもらったらよろしいでしょうか。一応こんな感じで、グリーンラインしっかり見えてますよね。今これが、まあ、真正面に十文字を出しているのと、あとはですね、天井を見てください。はい、こんな感じ。天井にも十文字が出てるんで、真正面と天井で十文字。まあ、あとは縦ラインもちろんね、こう縦ラインが出てますんで、まあ、縦、全部出てますね。で、横、バーッと出てる。で、上で十文字が出てるというラインの出し方。あとは、一回ボタンを押していただくことによって、真正面は消えましたけれども、今、天井の十文字が、出てるモードですね。で、もう一回押していただくと、天井は消えるんだけども、真正面の十文字は出ているというモード。この3モード、切り替えになってます。
はい、というわけでですね、ここまでは多分どこのメーカーっていうか、どこの YouTuber が来ても、店の接客をしても、まあまあまあ、これぐらいは当たり前に説明すると思うんですけど、秀久大平さんはですね、ちょっと強烈なんで、この新商品をですね、ちょっと叩いているように聞こえたら面白いかなというところで、僕のおしゃべりを引き続きよろしくお願いします。今僕が持ってきたのはテクノ販売さんのですね、これ SSG シリーズっていうレーザーになります。以前にレーザーですね、これはこうで、これはこうで、おすすめでこれはこうですとかっていう動画を配信したことがあるんですけれども、テクノさんのレーザーって、まあ、カタログ開いていただくとわかると思うんですけども、超最強プラチナグリーンですってやつと、まあ、それの充電式と乾電池式があるんですね。で、それが最強です。だから、大平進めてくれって言ったら、間違いなくプラチナグリーンを進めます。で、もう一個下のランクに、この SSG っていうのがあって、これがですね、まあ、本来であれば、もう一個暗いクラスになるんですけど、むちゃくちゃ負けないぐらい明るいんですよ。で、価格ががっつり下がるんですね。なので、僕がですね、レーザーをこうお話しして、まあ、お客さんの顔色を見て話してった時に、この人高いのいらないんじゃないかなっていう会話になった時は、だいたいここに話を落とし込みます。なんか最強のレーザー欲しがってんぞって思ったら、プラチナグリーンを進めるっていう、だいたいその2択で攻めていくんですけれども、まあ、比較的お安いけども超明るい機械を今ここに持ってきました。あとは一番下に、お安いですよとかっていうレーザーがあって、まあ、その3パターンなんですけど、その今真ん中の明るさのやつ。真ん中の明るさだけど、むちゃくちゃ明るいですよ。これを、まあ、ね、こいつと勝負したら、今その明るさ勝負ができるじゃないですか。で、やるんですね。で、やると、はい、今出しました。これはね、またカメラの補正具合で、非常にお伝えしづらい、いい感じで映ってるかな。はい、これですね、今カメラだともしかしたら一緒ぐらいに見えているのかもしれないんですけれども、いい感じで映ってる、こっちがいいかな。ですね、多分今カメラの補正見てても、この辺の明るさ見ていただくと分かると思うんですけれども、どうしてもですね、やっぱりこの今僕がこれから紹介するっていうか紹介してるポケグリの方が圧倒的に暗いです。多分半分の明るさぐらいですね。カメラだとほとんど一緒に見えるんですけれども、これお店で現物見ると、あ、ちょっと暗くねっていうご指摘があるんじゃないかと思います。はい、というわけでですね、なんかいきなり新商品の紹介してるのに、大平さんは何をぶち込んでるんだって話になるんですけれども、ちょっとですね、見ていただきたいのが、ですね、これ今結局僕も営業マンなんで、そういうわざとらしい会話を今あえてしたんですけれども、はい、ちょっと今ごめんなさいね、見やすいように位置を調整しました。真正面に関しては圧倒的に SSG の方がよく見えます。ただですね、このまま天井を見ていただきたいんですよ。ああ、いいですね。今、まだまだ圧倒的に SSG っていう、まあ僕がよく勧めるレーザーの方が明るいんだけど、これですね、これが今ちょうど本体の真上です。今画面見ていただいて、右の方のレーザーが明らかに明るいですよね。これカメラの補正見たところで右の方が明らかに明るいと思うんですけど、これ今どっちがどっちだか分かりました？こういうことなんですよ。ポケグリが、これポケグリって真上と真下に対、真上にって言った方がいいか。レーザーって、このじゃあ一般的なこのレーザーって、この斜め向こうに向かって多分光を出してるんですよ。ダーンって出して、まあ、向こうに向かって出してるから、真上の方と真ん前の方って若干薄くなったりするんですよね。向こうに向かって出してるから。でも、ポケグリって、ほぼ上に出してるんですよ。ほぼ上に出してるんで、鉛直方向に向かって、死ぬほど明るい。まあ、死ぬほどって言葉は良くないですね。むちゃくちゃ明るいんですね。なので、まあ、ここに特化したレーザーですということを、強くお伝えしたい。ですね。はい、というわけでですね、なかなか癖のある面白いレーザーなんじゃないでしょうか。ですね、
まあ、どこもやってるレーザーの超安物作ってみたり、むちゃくちゃ明るい最強のものを作ってみるっていうのもありなんですけども、こうやって、どっかに特化したレーザーを作ってるのは面白いなと。まあ、テクノさん他にも、地図ギリギリで水平うわーって出せるレーザーとか、まあ、当たり前じゃないものを結構作ってたりして、まあ、面白いね、レーザーだなと思いました。だ今回もそういった意味で、真上に対してとんでもなく明るいレーザーを出せるという、商品になってますね。面白いですね。はい。じゃあ、付属品のお話をしようかなと。こういったですね、結構おしゃれな、ナイロンっていうんですか、こういうバッグに入ってますね。だから腰につけて、監督さん持ち歩いたらどうすかっていう攻め方もできますね。で、開けていただくと、まぁ、ちょっと今、最初入ってた袋とかが入ってるんですけど、ですね、まぁ、主な付属品が、まぁ、これぐらいなのかな。はい。これ。よいしょ。あ、写真貼っとこうかな。はい。本体、裏面。これが、カメラの三脚のね、ネジ系になってるんですけど、ここに、このようにこう、はめていただければ、皆さんご存知の、レーザーの三脚と同じサイズのネジ系になりますんで、これで、皆さんいつも使ってる三脚で使っていただくことも可能となってます。はい。あとはですね、オプション品で、ミニマグネットマウント MT の MS とかって言って、こう、定価5500円なんですけども、ちょっと写真貼っときます。こういったマグネットの台があるんで、まあ、これに乗っけることによって、はい、現場行きました。鉄のね、部材のところに、バンってくっつけて使っていただくっていう感じで、まあ、お気軽に使えるアクセサリーがあったりとか、まあ、比較的そうやって、いろいろ面白い、派生ができたりしますね。はい、というわけで、テクノさんからまたちょっとね、面白いレーザーが来ましたんでおしゃべりしてみました。なんか質問あればお答えしようかと思います。まあ、ある程度喋れたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、もしよかったら、テクノ販売さんのポケグリですね。品番が LSTPG3 ご紹介でございました。オンラインストア並んでます。よろしくお願いいたします。ザー。